久保さん、東京にには戻りたくない、ししましょうかいや。僕も東京に戻りたくないですね、もう。<laughs> 過去に戻りたくないですね。うん今が最強であり、今が最高だやつでありますねうん。だからまあ僕もね、いい取り年の取り方したなっていうのはすごく感じますね。でも逆に言うと,このと、こういう年の取り方ができなかったら、逆にしんどいんだろうなと。しんもう人生の後半もしんどいでしかないな。 っていうとこですよね。うん、だから年の取り方ってすげえ大事だなと思いますね。うん、収入面にしても精神的な部分にしても考え方にしても全部真偽一体が揃った真偽一体が揃った上であのー、年取っていくっていう逆に言うとあの年と年を取っても心がない年を取っても技がない年を取っても体力がないっていうね。な僕はそのなんだろうな。 あーうーんなんかひ人よりまあまあできるんですよ。まあ動画2万本なんか撮れる人あいないのででもそのまあそれを体力とするならばその基準が違うのでなんか人の人がすごいなっていうところは普通みたいなね。 レベルででできるるようになるんでこの基準この体力の基準っていうのがあるから、あの、よかったなと思いますね。多くの人はこれだけやると、ああ、しんどいなと思うわけですよ。まあ、鼻くそですよね。別に。どれだけ動画撮っても余裕みたいな。うん。だからまあ、すげえ楽っすね、多分。うん。だから今後、どん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 楽になっていくのかなと思いますけどね。 うん、まあこれはビジネスライクに言っても、やっぱその本当にストックも増えてきたんで、動画のストックも増えてきたんで、もうだいぶ楽になってきたっていうのは非常に感じますよね、この5年振り返ってみて。やってきてかよかったなと思いますね。うん。だからずっと大変じゃ、なんかね、あの、いつも思うのが、ずっと大変じゃないわけですよ。クク、くク,クのもう覚えるのを最初大変じゃないですか。でも覚えちゃったら、 別になんか楽勝ですよね、クク。まあちょっと今僕クク全部言えるかつって言うと怪しいんですけど、でもなんかまあ余裕なわけですよ。でも覚えるときって大変なわけですよ。でも覚えてしまえば楽じゃないですか。だから最初の大変を乗り切ってるか乗り切ってないかっていうのが超大事ですよね。うん、ずっと続くわけ。だから覚えれば楽になるのに覚えようとしないんですよ。だからずっと辛いんですよ。<laughs> いや楽になるよ覚えればみたいな話でやっちゃえば楽になるよと、うん、やりきったらあのすげえ楽になるよとでやりきれてない人から見るとああいつまで頑張ってんのあの人すごいなみたいになるんですよでもやりきった人から見るとね別に普通だしみたいな <laughs> そういや歯磨きいや歯磨きするの別に普通でしょえ歯磨きそんなに すごいことするんすかみたいな話で <laughs>。歯磨きってそんなにすごい誇れることかなみたいなね。もうもはやそのレベルっすよね。うん。歯磨き毎日努力してすごいですね。すごいっすか歯磨きそんな毎日努力して。いや、努力と思わないしね。い,いや、別にもう自然動作だしみたいな。でもう自然動作に、だ動画を撮るなんかもう自然動作ですよ。 生活の一部であり自然動作であり何だろうな何も思わないっていうねうんで逆に言うとそれが自然動作になっちゃってるからやらないと気持ちが悪いって話ですね歯磨きもそうだと思うんですけどもう自然のその習慣に入ってるから逆にやらないとネバネバして気持ちまあ実際,その実際のところも、ね、ネバネバするんで気持ち悪いっていうのもあるんだけども、うん、それを習慣化すると非常にいいんじゃないかなと思いますねうん。 年の通り方大事ですねだから本当に、あのー、ガッてやった方がいいと思いますよ、ガッて。うん。それだけでもう本当、ほんとずっとやる必要はないんで、まあずっと動画、なんだろうな、うん動画ずっとやるんだけども、な,なんだろうな、そのずっと努力するというか、ずっともう死ぬ思い、ずっと死ぬ思いをす,する必要性はないんですよ。久保さんは昔ね、顧客のために死ぬみたいなね、ことでやってたんだけども、今は、 変わってるわけですよ。まあ、家族のためには死ねるけど、顧客のためには死ねないと思うんですよね、今は。どうですかだって家族残して、久保さん死ねます大和くん残して死ねますお客さんのために。<laughs> 死ねないですよね。今は多分家族が第一だし、家族のためだったら死んでもいいけど。ね。だけど、お客さんのためには今は死ねないと思いますね。うん。だからそれぐらい昔は久保さんやってたわけですよ。うん。そう。だからまあ。あ 一時もやりきるってことが大事ですね。一時でもいいんで。うん、その後の人生余裕になるよって話です。いってらっしゃい。